にちは、有馬です。いつもご視聴ありがとうございます。感謝しています。カオルさん、質問があります。はい、何でしょう。はい、僕が、最近覚醒という言葉を初めて知ったんですけども、はい、覚醒しているかどうか、その人が覚醒しているかどうかっていうことを判断する材料っていうのはあるんですかね。あ、材料はいくつかありますよ。私前の動画でも何本か話していることあるんですけれども、例えばその中の一つとして、最近エンジェルナンバーをよく見るようになりましたとか、なんかわからない、意味もなく涙が出てくるとか、なんか本当にちょっとしたことに感動するとか、やっぱ覚醒を見分けるっていうのにはいくつかポイントはあります。そういったことが起きたら、うん、もう覚醒しているっていうことでいいんですかね。うん、そんなこれが出てきたから覚醒してるとか、うん、まだこれを経験してないから覚醒してないって一概には言えないんですよ。うん、ただ前兆だったり、エンジェルナンバーって本当前兆なんですよね。で、なんか最近見るように、たまに見るようになったなっていうのから、頻繁に見るようになったな、毎日見るようになったな、一日に何回も見るようになったらなったなって、こうずっと段階があるから、私の時は最初になんか最近111とか222とか時計見たらそうだなとか、そっからあ、そういえば今日も見た、あ、毎日最近そういえばここ連続して1週間見続けてるとか、もうそれがそしてだんだん当たり前になるとか、でこういった感じの時に覚醒を、他のもちろんこれだけじゃなくて他のいろんなことも重なって、もう、あ、もうこれは覚醒してる合図だっていうのが分かったりしたので、一つだけこれが現れたからとか、いや、もうこれが続いてるからとか一概には言えないんですね。でもこれは一つの目安として、前兆だったり、確実にもう覚醒をしているとか、多分ね、自分で気づきますよ。わからないっていうのはまだしてない可能性の方が高いかなと。なるほど、はい、これは覚醒しているかどうかちょっとわからないんですけど、僕がですね、毎日のように時計で 1,2,3,4,5,6 っていう数字を見ることがあったんですよ。ちょっと待って、 1,2,3,4,5,6 の時間って何それ。12時34分56秒。なるほど。それを連続してずっと見てた時があったんですよね、偶然。うんうんうん、それはただの偶然なんですかね。いや、偶然じゃないと思う。なんかの、うん、その前兆というか兆しみたいなのがあったんですかね。おそらく。おお、なるほど。何も意味がなくずっとそれが続くことはないんですよ。うん、そう、何も分からずにいつもその時間見て興奮はしてました。興奮してた。はい、エンジェルナンバーと同じように受け止めていいと思います。ああ、そうなんですか。うん、じゃあ何かは動いてたっていうことなんです。動いてる。そうです。なるほど。分かりました。ちょっと嬉しいです、それを知れて。もう一個聞きたいことがあるんですけども、はい、覚醒をしている人、していない人といると思うんですけども、うん、覚醒ができていない人っていうのは、まず覚醒っていうのは本当の自分になるっていうことで間違いないですかね。本当の自分になるというよりも、うん、本来の自分に戻った状態、今までが本来の自分じゃなかったわけですよ。本来の自分で生きてなかったから、本来の自分に戻った時に、あ、覚醒をした、目が覚めたっていうことになるんですね。なるほど、うん、だったら本来の自分に戻れてないっていうことは、まだ自分に対して蓋をしているっていうイメージでいいんですか。あ、そうですね。あ、うん、その表現もすごいぴったりですね。蓋をしてるから、本来の自分はちゃんとそこにあるのに、そこに蓋をして、気づいてない状態だったり、見えてない状態だったり、とにかく蓋をしてるともう分からなくなってしまってる、本来の自分がどういうものか。でその蓋を開けて
本来の自分を取り戻すっていうのが覚醒です。なるほど。覚醒はちょっと今聞いた感じであったら、うん、難しそうな感じがしますね。やっぱり今まで生きてきたことが違ったっていう考え方になると、うん、その蓋の外し方が分からなかったりとかしそうな気がしますね。うん、そうなんですよ。今まで気づいてなかった、あ、それが本来の自分が別に あるっていうのも知らなかった。だって今生きてる自分が本当の自分だよってみんな思ってたわけです、今までは。でもそうじゃなくて、結局本当の自分って蓋をしたまま違う自分を生きてたわけですね、うん、架空の自分ですよ、本来の自分じゃなくて、うん、だから多分息苦しかったりとか生きづらかったりとか違和感があったりとか、なんか違うなと、うん、私はずっと思ってましたね昔ね、うん、なんか違う、なんか違う、いやこれじゃないのに、本当は違うのに、だからもう苦しくてしょうがなかった。でそこまでいかなくてもなんか違うよねっていう違和感を感じてきた生き方が多かったと思うんですね、これまでの時代は。ただこれからの時代、それでずっと行くと今までのようなことさえもできなくなる、結局すごい苦しいわけですよ、さらにさらに。なるほど、うん、ちょっと僕のイメージなんですけど、あの子供の頃って無邪気じゃないですか、うん、で特に人目も気にせずに自分が好きなように楽しんでたじゃないですか。その時っていうのはもしかしたら蓋がない状態だったんですか、ね、もちろんそうです。子供ってあの本来の自分を生きてるんですよ。で本来の自分で生まれてくるわけですよね、赤ちゃんとして。でそこから本来の自分としてそのままいけば生きていけたんだけども、いろんな外的要素、いろんな周りの大人たちとか、そういう環境によってここは本来の自分をそのまま出さない方がいいとか、そういうジャッジをし始めたんですね、少しずつ。で大人になった時点でもう半分ぐらい蓋をしてる人もいれば、もう完全に蓋をしてる人もいれば、でやっぱそれを続けているともう蓋の開け方とかもわからないし、蓋がどこにあるかさえわからなかったり、でそうやって今まで生きてきた人が本当に多い時代でした、これまではね。でそれでも今まではなんとかそれが当たり前だと、本来の自分があるなんてことさえ知らずにね。でもここに来てやっぱエネルギー変わってるんですよ本当に、うん、もうそうじゃないエネルギーが来てる。本来の自分で生きた方がうまくいくエネルギーに今だんだん変わってきてるんですね、時代的に。だから蓋をした状態で生きてる人はすごい苦しくて、で蓋を探し始めた、そして蓋を見つけて一生懸命開けようとしているのがおそらくここ数年だと思います。なるほど、うん、今のお話を伺ったら蓋っていうのがちょっとイメージできた気がしますね。子供の頃の生き方と今ってやっぱ違うのを自分でも分かってるんですよね、うんうん、こうじゃダメだっていう生き方をしてきたので、うん、なので確かに子供の頃の生き方をするともっと楽に生きれるんじゃないかなと思いますね。もちろん楽です、はい、もう全員楽ですよ。何の制限もなく人目を気にせずその蓋もせずに住んでる時って一番多分本当本来の自分だと思います。うん、なんかそこを取り戻すっていうのがこれからすごく必要にもなってきますし大切なんですね。ただ急にさあ蓋を外して、子供の頃のように行きましょうって言ってもなかなかそれが難しいじゃないですか。そんなことしたらすごい周りから非難されるんじゃないかとかね、うまくいかないんじゃないかとか、全て失ってしまうんじゃないかとか、すごいやっぱそういうのは出てくると思うんですよ。だからね、いっぺんにパッと蓋を開けてしまうとどうしていいかわからない。だからね、蓋も少しずつでいいんですよ。ちょっと開けてん
ちょっと開けて、で少しずつ出していって、あもう大丈夫と思ったら全部開けてしまえばいい、そういうイメージでいたらいいですね。それであれば、あの、うん、いけそうな気がします。一気に開けてしまうとやっぱり、やっぱり一気に開けるっていうのは、うん、反対にしない方がいいです。まあ、まれにね、一気にボンと開いてしまうこともあるんです、ね、開けるとか言うで、あ開いてしまう、もうその時は割とね、私は一気にね開いてしまったんですよ。まあ自分で開けたんですけどね、それはもういろんなことが起こりましたし、結構その変化に対応するのが大変でしたけど、まあ、少しずつの方が楽だとは思いますね。わかりました。ちょっとそこは気をつけといた方がいいですかね、もし蓋を開けるとしたら。そうですね、しかも開けれないと思う、普通の人は。あ、そんなにいっぺんには。わかりました、ありがとうございます。今年が、いい年になるっていうことをよく耳にするんですけども、具体的に何が良くなる年なんですかね。うん、その いい年って、一概にこう漠然といい年って、でも多分あの YouTube を見たりとか、占いとかね、やっぱいい年ですよとか言ってる人もいれば、かたや今年は大変な年になりますよ、去年よりもっとすごくあの波乱の年ですよって言っているところもあるんですよね。ただ私が感じるのは、あのどっちもあるけども、じゃあいいか悪いかっていうことで私はこう感じてないんですよね。でもじゃあどっちかに私が感じるもので分けてくださいって言ったら、いい年です、間違いなく。それはなぜいい年かっていうと、これまでの古い古い、時代が終わるからです。今年で終わるからです。だからいい年っていうふうに感じています。ただ変えるためにはものすっごいあの力が入るから、歪みが起こったりとか副作用のようなものが起こりやすくなるんですよ。やっぱりなんか良くなる時にぶり返したような、もっと悪くなったような事態がに表には見えますよね。そういうふうにね、なんか悪くなったんじゃないかって、ああいうことが確かに起こりやすくなるんですよ。でそれだけを見て、その現象だけを見て悪いことが起きたってあの一瞬は思うかもしれません、パッと見た目はね。でも実際それは好転反応という副作用のようなものなんですよ。それがね、もう去年から起こってるんですよね。でそれが今年もう大掛かりな終わりを迎えるという、だから今年もやっぱり起きますよ。目に見えるものに関してはすごい事態が悪くなったんじゃないかって思えるようなことがやっぱり起こりやすくなります。それはもう引き続き、ただ目の前のそれだけを見て判断しないでほしいんですよ。必ずそれには意味がありますから、なぜそれが起こってるのかっていうのを裏側から見ていく癖をつけたらいいですね。そしたらなんだ、これから先のいいことがね、みんなが言ういいことが起こるための、これは好転反応だ、そのために壊してるんですよ。特にこの最初の1月から3月ぐらいまでは破壊、最後の破壊のような感じでどんどんいろんなものがね、あの壊されていってる。だから悪いようにしかこう見れないんですけど、そうじゃなくてその先を見れば、これだってあったら作っていけないでしょ、新しいもの。そのためにずっと壊してるんです、去年から特に。だからそれを止めない方がいいんですよね。なので熱が出た時に、熱は体を治すために熱を出してるのに、あ熱が出たからって熱を下げなきゃって言って解熱剤とかああいうものを飲ませると、せっかく熱が出て治ろうとしているものがまたその中に閉じ込められてしまう。でそれと一緒で止めない方がいいです。もうどんどん起こってることはそのまま起こって、終わったら新しいものを再生していきましょうと。
まあ、今年はそういう意味ではいい年です。わかりました、はい、でそれが今年の春分がそのなんですかタイミング的になんか切り替わりのタイミングになるんですかね。そうですね、本格的に再生のエネルギーに入っていくのが春分3月の20日になりますね。まあきっちりその日ってわけじゃないですけど、だんだんもう今もう2月の終わりですから、どんどんそっちのエネルギーの方に、切り替わってはいっています。謎が解けました謎でしたか、はい、ちょっと覚醒についてあんまり詳しく知らなかったので今日聞けてよかったです。はい、はい、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました、はいはい、またわからないことを聞いてください、はい、ぜひお願いします、はいはい、じゃあ今日は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。このオンラインサロンで魂が望む感動を宇宙仲間たちと一緒に体験しましょう。